秩序を乱す魑魅魍魎よ、天を仰ぎて往生せよ。剣の極意は神妙にある。王女無刀の極致。剣の極意は神妙にあり、王女無刀の極致。剣を仰ぎて往生せよ。剣の極意は神妙にある。王女無刀の極致。これ以上私の手を煩わせるな。はい、ということで柳生十兵衛のステータスこちらとなっております。反射&ゲージのパワー型アビリティが超アンチ重力バリア、アンチ減速壁、ゲージでアンチブロック、 SS ターン短縮、友情コンボがメインでダブルエナジーサークル L、 サブで超絶斬撃、ストライクショットがスピードとパワーがアップ、敵を倒せば倒すほどパワーがアップする。こちらが1段階目20ターン、2段階目が28ターンとなっております。はい、そしてこちら、アンチ減速壁持っているので、まあ何かとね、いろんなクエストで活躍が期待できますよね。最近増えてきましたからね。はい、はい、そしてこちら今回くしみ玉で、超アンチ重力バリアあったことによって、パワー型ではあるんですが、重力バリア触れた時にスピードアップして、まあ、同時処理しなきゃいけない部分とかもしっかり倒せていけたり、あとは後押しになってかなり、ね、弱点を殴れるシーンも多かったので、活躍めちゃくちゃしました。はい、はいはい、そして友情コンボなんですけれども、まあ、このダブルエナジーサークル L、こちらで弱点入った時にね、結構いいダメージも出ておりましたし、はい、さらにこの超絶斬撃で、結構ねボスの弱点の目の前にいた時に当たっていくとそこだけで削れたりとかするので、すごいいいシーンありましたね。なので結構な後押しができる友情となっております、あとはね、射程も広いので、周りにいる雑魚にもね、こうザクザクっと削っていってくれるので、そこも後押しになりますよね。はい、はい、そしてこちら、ストライクショット、こちらですよね。そう、今まではね、まあ、スピードがアップだったんですけれども、パワーもアップしておりました。いいんですかね。すごいですよね。はい、もうくしみ玉の、ラストシーン、もう初手から打ったんですけれども、ザコ倒した後に、ボスがね移動してくるシーンあると思うんですけど、ちょっともう勢いが良すぎてと、威力も上がっていたので、そのまま倒してしまうというすごいシーンがございました。ね、超アンチ重力バリアもありますので、スピードアップしながらさらにスピードもねアップできるので、そこもいいですよね。すごい、SS とアビリティが最高のセットですよね。ね、SS ターン短縮もあるので、20ターンとか28ターンで終わりますが、結構ね早めに打てるのもいいですよね。これで早めに打てるのはかなりありがたいですね。はい、他にもおすすめステージはこちらがございます。以上、重心化柳生十兵衛使っていきました。お楽しみに。バイバーイ。